こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日はアメリカ料理の定番プルドポークを作ります。材料です。豚、肩ロース、パプリカ、チリペッパー、ブラックペッパー、ローズマリー、ローリエ、タイム。召し上がる時につけていただくマスタードです。豚肉の肩ロースです。胡椒です。パプリカです。チリパウダーはお好みで入れてください。お肉を揉みます。オリーブオイルを入れます。直接圧力鍋の中で焼いていただいてもいいと思います。今日はちょっと見えやすいようにフライパンで焼いています。お肉の旨味が流れ出ないように表面をしっかり焼いておきましょう。いい匂い。はい、美味しそうに焼けました。お鍋に移します。圧力鍋にオリーブオイルを少し入れます。お肉を入れます。バーベキューソースを手作りしてもいいのですが、今日はアメリカで有名なバーベキューソースを使います。たくさん入れるんですよね。1カップ半入れます。ちょっと遠慮気味です。そして今日はジンジャーエールを入れます。コーラで作る方もいらっしゃいますし、リンゴジュースで作られる方もいらっしゃいます。今日は1本入れてしまいました。そうしましたらここにローリエを入れます。あ、ローリエは少し葉っぱに傷をつけてローリエを入れます。それからローズマリーです。そしてタイムを入れます。
蓋をして手持ちの圧力鍋によって使い方が違うと思います。今日は15分加熱してみました。火を止めてこのまま30分ほど置きます。火は通りましたね。お肉を裏返しにして10分だけ圧力をかけます。追加で10分圧力をかけました。それではしばらく冷めるのを待ちましょう。お肉を取り出します。美味しそう。煮汁を煮詰めていきます。泡の状態が変わってきて、とろみがついてきました。火を止めます。ほろほろです。ほろほろのところに先ほど煮詰めたソースをかけます。このソースはアメリカで大人気です。何が入ってるかっていうと、醤油、お醤油が入っています。日本人の方が作られたソースですね。アメリカンドリーム、サクセスストーリーです。マスタードを添えて、どうぞ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と
高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃ、またね。